こんにちは、ルーブアップ TV 徳良です。本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、今回のご紹介はウィリーチャバリア、こちらのマッチョバッファローティー、そしてこちらのピマコットンシャツです。まずこちらルーブアップ TV では初登場となるブランドをご紹介いたします。ウィリーチャバリアはアメリカはカリフォルニア州フレズノというメキシコ系アメリカ人が多く暮らしている治安のあまり良くない地域で育ちまして、パチューコと呼ばれるメキシコ系アメリカ人の間に根付く独自のファッションに影響を受けまして、カルチャーを本当に色濃く反映した洋服作りをされております。彼はラルフ・ローレンアメリカンイーグルで経験を積んでおりまして、2015年にですね、本名を冠したこちらのウィリー・チャバリアというブランドをスタートされております。ブランドのアイテムの特徴としましては、こういう削ぎ落とされたデザイン、シンプルなデザインに対しまして、すごくボリュームのあるシルエットですね。シンプルながらも確かな存在感とパワーを感じてさせてくれるコレクションとなっております。はい、ではまずはこちらの今着用しているマッチョバッファローティーからご紹介していきます。こちらたっぷりと取られた身幅に対して、ドロップショルダーですね、こうふんわりと広がるようなシルエットがすごく特徴的です。ただのビッグサイズではなくて、他の身幅、肩幅といったパーツに対して着丈が結構短めに設定されてますので、すごく独特のバランスがいいデザインかなと思います。で、バック部分ですね、見えますでしょうか。ちょっと影で見えづらいかもしれないんで、後ほどまたこちら写真の方、はい、入れておきます。はい、と今見てもらっているようにですね、こう両サイドの部分にプリーツが、深いプリーツが2つついてまして、このおかげで後ろから見た時にすごく広がるシルエットになって、後ろから見ると本当にすごくかっこいいなって感じてもらえる T シャツかなと思います。いい曲線ですね、ドレープ感のある。はい、こちら使用されている生地がコットン 100% なんですけど、ちょっとニットジャージのような生地感になってまして、伸縮性があって落ち感があるような生地になってますね。結構上品な生地なんですけれども、滑らかですごく心地よくて、肉感も中肉といったところ、薄すぎず厚すぎずっていうところなので、夏だけじゃなくてレイヤードで他のシーズンも長くお使いいただけるかなと思います。で、この生地感とですね、たっぷり使われた生地の分量でオーバーシルエットになってますので、これが相まってこう動くたびにゆらゆら揺れ動くようなドレープ感が表現されております。こういうビッグティーって基本的には結構ラフなもの、カジュアルなものっていうイメージがあると思うんですけども、こちらのウィリーの1枚は洗練されたデザインにこのドレープ感が相まって、振り切ったサイジングになっているんですけれども、すごく上品さを感じさせてくれる1枚です。ですね、暑い時期でも風がこう通るんで、かなり快適に過ごしていただけると思いますよね。そうですね、こう袖のところもだいぶ広がってるんで、結構風が通って通気性もすごくいいかと思います。暑い時期でしたら、さっきおっしゃってたように下はショーツとか合わせてもらってもいいと思うんですけども、結構上品な生地感なので、スラックスとかきれいめのアイテム合わせてもらっても全然違和感ないかなと思います。今回はニードルズのウォームアップパンツと合わせてみました。こんな感じです。見えますかね、塚本さん。はい、ちょっとまたここも全身の写真入れておくようにしますので、お願いいたします。はい、こういう同系色のパンツ今回合わせてみたんですけども、結構これチャコールっていう色味なんですけど、結構独特な色味しているので、こういう色味に合わせてワントーンみたいな感じにしてあげると、すごく収まりがいいかなと思います。インパクトがこういうあるものにもクリーンなものにも馴染んでくれる、すごく万能なアイテムかなと思います。はい、では T シャツに続きまして、こちら最初にも登場しましたこちらのシャツをご紹介いたします。早速着てみました。先ほどご紹介したマッチョバッファローティーをそのままシャツの形に落とし込んだような、こう風船のようなですね、空気をはらんだような立体的なシャツとなります。癖の強いアイテムというと、結構派手な柄物だったりプリントがあるもの連想される方が多いかなと思うんですけども、柄や特徴的なプリントがないのにもかかわらず、一癖も二癖もあるインパクト抜群の一枚かなと思います。一目見てパッとスタイリングが思いつくわけではない一着かなと思うんですけども、そんな洋服がクローゼットに一枚あるだけで
毎日のスタイリングの幅が広がると思いますし、ファッションがもっと楽しくなるような気がしてきます。今私が着用しているのでお分かりいただけるかと思うんですけども、袖口ですね、あと身頃、これがすごく膨らんだ形ですごいボリューム感が出ているのが分かるかなと思うんですけども、これはただシルエットを大きくしているから、生地の分量を多く使っているからだけではなくて、使用されている生地に秘密があるんですね。この商品名の通りなんですけども、ピマコットンと言われる高級綿を使用してまして、これがすごく滑らかで軽い着心地なんですけれども、ちょっとナイロンみたいな強い張り感があるんですね。これが立体的なシルエットをより際立たせてくれています。わずかながらですね、自立性もあるようなしっかりと詰まったコットン生地ですね。かすかに光沢もありますので、これが高級感を演出してくれているかなとも思います。はい、そしてですね、こちらシャツの左胸にポケットがあるんですけれども、その横に目を引くグリーンのタグがございますね。こちらに文字がプリントされているんですけども、近くで見てみると見えますでしょうか。ちょっとこれもしかしたら見えにくいかもしれないので編集の際もし見えにくければまたあの写真の方を入れておきます。はい、お願いいたします。一応こちらの文字がですね、読み上げてみると、キャピタリズム is heartless と英文で記されております。直訳で資本主義は無情である。こういう削ぎ落とされたデザインの中にも、アメリカのスラムで生まれ育ったデザイナー自身の強いメッセージを感じていただける一枚かなと思います。スタイリングとしてはちょうど今僕が合わせているようにですね、中に T シャツ着てあげてバサッと羽織ってあげるぐらいの感じがいいかもしれません。かなり癖があるシルエットですので、こう1枚で着るとどうしても見慣れないというか慣れない感じがあるかなと思うんですけども、まずはこういったライトアウターみたいな感覚で気軽に着てもらえるといいかなと思います。パンツはですね、今チェンジーズの細身のスラックスを合わせているんですけども、もちろんこれは太めのもので開放感満載な感じで着てもらうのもいいと思います。こう着る人によって全然表情が変わってくるような、そんなシャツかなと思います。こちらですね、バンドカラーにブラックのタイプ、こちらもご用意しております。はいですね、はいはい、ちょっとこちらもあのかなり見づらいんで、あのまたあの写真の方あの全身で、貼っておきますので、あの今もご覧いただいているかと思います。はい、こちらと結構クールな印象になるかなと思いま す, です、ね、モードっぽい感じですね、はい、そうですね、結構印象変わってくると思うので、ぜひ2枚とも見比べてお選びください。はい、本日のご紹介は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。